プレイヤーキャラクターは、ロールプレイングゲームの遊びでが操作を担当する登場人物である。プレイアブルキャラクター、プレイヤーズキャラクターとも言う。対語は、ノンプレイヤーキャラクターで、こちらは、審判役の参加者、または、ゲームソフト側、もしくはオンライン RPG の運営会社が操作を担当するキャラクターである。なお、遊びでに対応するプレイヤーの略称は、 大抵が PL であるが、稀に PY が使われる。ストーリー性の強い一人用ゲームであれば、いわゆる主人公キャラクターと PC は、ほぼ同一であることがある。テーブルトーク RPG では、通常一人の遊びでは一人の PC を担当する。ゲームの都合上、PC の知識や性格と、プレイヤーとして持っている知識や性格とを区別して、プレイすることが要求される。これは、 プレイヤー自身の社会的立場とは別のシチュエーションに生きている人物としての PC をよりそれらしく扱い描き出すためとされる。PC はゲーム進行役であるゲームマスターが演じる NPC からクエストを引き受けてロールプレイをすることができる。コンピュータ RPG ではチームとして行動する複数のキャラクターを一人のプレイヤーが操作することが多い。これは テーブルトーク RPG が基本的に複数の人間が集まって遊ぶゲームであるのに対し、コンピュータ RPG が一人でも遊べるゲームとしてデザインされていることによる。ただし、コンピュータ RPG であっても多数の人間が集まって遊ぶモープグや MMORPG は一人の PC を担当することがある。時に RPG と関わりが深いゲームブックについても、 PC や NPC の概念が適用されることがある。ゲームブックは一人遊び用で、PC は一人であることが多い。普通は一人の PC を複数のプレイヤーが共同で担当することはないが、クロックワークス社から出版されたテーブルトーク RPG アサイラムでは多重人格のキャラクターのルールが定められており、一人の PC を複数のプレイヤーが奪い合ってゲームが進行していく。 ありがとうございます。